を聞いてもらい、受容してもらうことが心の健康につながります。誰かに自分の話を聞いてもらうことで自分を知ることになり、健康になると思います。喋って毒出しすること、自分のストレスを話すことで、私は健康を維持しています。